はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。今回はこちらの箱を開けていきたいと思います。人生で2台目のアップル製品を買いました。はい、ということで今回購入したものはですね、 iPad mini ってやつです。 iPad mini 2です。正式名称で言うと iPad mini レティーナディスプレイモデルっていうやつですね。それの、正式名称で言うと iPad mini 2というやつを購入しました。こちらを開封していきます。というのもですね、私 Apple 製品でいうと iPod Touch しか持ってないですね。でしかも iPod Touch もだいぶ前の世代のやつ、なんだろう、6年ぐらい前のやつですわ。まだ僕がスマホを持つ前でした。Xperia Arc っていうね、スマホを最初に僕は持ったんですけど、スマホで持ち始めたのはね、それが最初なんですけど、その Xperia Arc の発売前に、なんかちょっとスマホっぽい操作感ができるものとして持ってたのが iPod Touch でしたね。それもなんか父親が忘年会かなんかのそのビンゴゲームの景品としてもらったやつで、スマホ代わりみたいな感じでアプリをダウンロードする程度でしか使ってなかったですけど、音楽プレイヤーとしてはほとんど使ってなかったですけれども、結構こう世代の移り変わりの激しい時期だったので、ほぼ1年ぐらい使うともうアプリが対応していないとかね、iPhone にしか対応してないよみたいなアプリが出始めたりとかして、結構すぐ使わなくなっちゃったんですけども、それ以来ですね、その iPod Touch 以来 Apple 商品を買いました2代目としてね、Apple 製品のものを買いまして、 iPad mini 2を買いました。なんで買ったかっていうと、欲しいものがあるんですよね。ただ欲しいものはアップルのこの商品じゃないと もらえないっていうものがあります。それが何かっていうと、スーパーマリオランっていうアプリですね。スーパーマリオランというアプリが、2016年の12月15日に配信開始されます。こちらのアプリはですね、iPhone と iPad にしか対応してないと。とりあえず2016年の12月15日の時点では、今のところ iPad や iPhone、つまりだから App Store ですね。App Store でしか配信されないという状況だそうです。なので、とりあえず僕はもう普段は Android ユーザーなので、スーパーマリオランをやるには Apple 製品を買うしか方法はないということです。任天堂としてこうやって任天堂以外のハードでアプリを出すっていうことは、今までで言うとミートモとかあったんですけど、今回初めてね、マリオが任天堂のハードから飛び出したということですから、その任天堂が他のハードにゲームを出すってことはあっても、マリオが飛び出したっていうのは初めてですよね。他のいわばその DS、3DS を食ってかかるような勢いで流行り出したこのスマートフォン市場、スマートフォンのアプリ市場、ここに任天堂が、マリオを投入したという、ライバル機とも言えるような存在にゲームを出すっていう、そういった歴史的な一日じゃないかなと僕は思うんですけど、12月15日がねって思うので、買いたいって思ったんですよね。僕もやりたいって思った、プレイしたいなと思ったので、そうするにはアップル製品をやっぱ買わないといけないなっていうところになったというのが購入の経緯です。で最初僕は iPod Touch を買おうと思ったんですね。第6世代の iPod Touch っていうのがあるみたいで、それを買おうかなと思ったんですね。安くて2万円ぐらいで買えるやつです。それでいいかと思って買おうと思ってたんですけど、 Twitter でそういったことをつぶやいたら、フォロワーさんがね、教えてくださいまして、ちょっと値段を上乗せすれば大画面でできますよと、 iPad mini 2がありますけどっていう、そういった感じの、リプライをいただきまして、そうかとずっとね、僕は iPod Touch で買えばいいかと思ってたんだけど、そういう選択肢もあるのね、大画面でやるっていう、そういう選択肢もあるのかっ
ていうちょっとした驚きがありまして、でそのリプライが来る前日ぐらいに家電量販店行きまして、でそのディスプレイを見たわけですね、実際の iPod Touch を。で見てみると画面の大きさがねちょっとこう小さいんですね、 iPod Touch 確か 4.2 インチやったかな、いうことで普段使ってるスマホよりだいぶ小さく感じるんですよね、画面が1インチ違うだけで。まあそういったこともありまして、いや iPod Touch 小さいなと思って、画面小さいって思ってそこにちょっとカルチャーショックみたいなことを受けたんですね。いやー小さいなーと思って、これでできるかなと思って、いやもちろん iPod Touch で、スーパーマリオラン対応してますけど、対応してるんでしょうけれどもね、うん、ただこの画面の小ささはしんどいな、最終的にたどり着いたのが iPad mini 2ですね、うん、こちらに行き着きました。iPad mini 2自体はこの2013年とか14年頃に発売された端末なので、もう発売から結構経ってるんですね、2年3年立ってる結構古い機種なんですけれども、これ今でも販売されてまして、それがだいたい3万2000円ぐらいの値段で売っております。税込みで3万2000円ぐらいになっておりますので、まあまだお手頃な方のタブレットじゃないかなとは思います。でタブレット自体は僕は1台持ってまして、まあ、これ今アップルのサイト開いてるんですけど、このアマゾンのやつですね、Amazon Fire タブレットってやつですかね、持ってます。これ7インチのタブレットで、値段もクーポン使って7000円か8000円ぐらいで買ったやつです。すごい安く手に入って、まあ、それなりにサクサク動くし、特に不満もなく、Amazon の動画を見たいとかね、Amazon プライムビデオを見たいとか、YouTube も見れるし、でまあ、解像度もそんな高くはないですけれども、まあそういった使い方、Kindle で漫画を見るとか、そういった使い方もできるし、特に不満もないんですけど、でもこれじゃあ、スーパーマリオランできないですから、そういったことも含めて、まあ、タブレットとしては2台目になる。もう1台持っていくよね。ややこしくなってくる。家族で1台、もう1台持ってるんですけど、Nexus 7っていう、これも7インチのやつ持ってるんですけど、今回ね、約8インチのモデルですね、 iPad mini 8インチのモデル開封していきたいと思います。開けましょう。よいしょ。はい、結構重厚に結構頑丈にガードしてくれてます。はい、中身はこんな感じになっております。オープン。はい、こんな感じですね。はい、こういった感じになっております。こう見るのが正しいのかな。はい、 iPad mini でございます。こちらにちゃんと書いてますね、 iPad mini と書いております。これ発売当初は iPad mini レチーナディスプレイモデルっていう名前で発売されていたので、 iPad mini 2とは書いてないですけどね、薄いビニールにやっぱ包まれてます。裏側には 32GB モデルと書いております。Wi-Fi モデルで買いました。いやこのビニール取っていきましょうか。じゃあとりあえずなんか開けるの難しいみたいな、そういうなんかこういろんなの開封してる人 YouTuber さんとかね、購入してる動画見ましたけれども、やっぱ難しいですね。確かにこれわかるわって思いますここに指を入れれば、あ、簡単ですね。はい、簡単にビニールが開けれました。でこのビニールを食べたくなりますね、このビニールが主食な人もいますから、いやーこれをね食べたくなりますけれども、これはちょっと食べずに置いておきましょう。そしてこれをソンってやるやつですね、ソンってやるタイプの箱でございます。ソンってやりましょう。じゃあよいしょ。はい、来ました。オープン。おーおー、ちなみにこれ色としてはスペースグレーとシルバーしか出てないですけど、スペースグレーの方ですね。これをこう持ち上げればこういう感じになるという感じになっております。はい、これが iPad mini でございます。僕は手が大きいのでちょっとサイズ感が分かりづらいかもしれないですけど、Amazon Fire タブレットと並べてみましょう。これが、7インチモデルのやつですけれども、
こういったサイズ感になっております。ちょっとやっぱ大きいですね。8インチ、約8インチ、7.9 インチですからね、ちょっと大きい感じ。裏面を見るとスペースグレーになっております。うん、はい、こんな感じですね。で、他の内容物を見ていきましょう、とりあえず。他の内容物で言うと、これは何か入ってます。説明書的なやつでしょうか。あ、ハローとか書いてないですね。ハローの時期をね、知らないので僕は。なので、どう嘆こうもない、嘆きようもないんですけれども。説明等々が書いております。さらにはこういった PC リサイクル方法等々書いてある説明書。さらにリンゴのステッカーですね。これ初めてかな、多分。もう iPod Touch の頃、なかったような気がする。あったやろうけど、もうどこに行ったかわかんないですね。リンゴステッカー初めてもらいました。そういった内容のものが、この中に封入されておりまして、そしてそれを取った先にこれがライトニングケーブルですね。はい、ライトニングケーブル。そしてこれが AC アダプターです。はい、AC アダプター結構重いんですね。意外と重いんです。で、箱としてはもうこれで以上。なんかこう隠し扉的なものもないです。もう引っこ抜けないようになってますね。はい、そんな感じのセット内容になっております。ライトニングケーブル初めてですね。こちらも初めて。前の iPod Touch はあのでっかいなんちゃらピンみたいなやつのあの接続だったんで、初めてですライトニングは。なるほどね。で、結構硬い感じのケーブルになってますね。なんかこういうのが断線しやすいみたいなことを聞きましたけどもね、どうなんでしょうか。ライトニングケーブルのこの先っちょはこういう感じになってます。こういう端子になってて、まあ表裏はどっちでも刺さるという形になってるんですね。で、ちなみに今私が使っている携帯ファーウェイのオーナー8ってやつなんですけど、まあこれ後に動画上がるか、もう上がってると思いますけど、だいぶ指紋がついてきてないですけど、この携帯はですね、USB Type-C というやつを使っておりまして、これも両面で充電できるタイプなんですね。あ、ちなみにゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドのこの表紙にしております。ちなみにここ並んでるのもゼルダの伝説の30周年アミーボですね。これもそのうち動画があると思います。で、いつも話がそれがちなんだけど、これがこの USB Type-C もこの両面で刺さるんですよね。こういった両方の端子、見比べてみると肉厚な感じはしますけど、端子としてはこういう感じ。もう端子むき出しですからね、ライトニングは。そこら辺のところはどうなんでしょうか。ペラッとめくっていきましょうか。とりあえずめくります。おー、わお。はい、あ、結構この冷たいですね、ここが。なんかアルミっぽいんですかね。冷たいです、結構。そしてここはちょっと鏡っぽくなってるという感じですね。はい、鏡っぽくなってる。ここにカメラが1個ついております。これがカメラですね。まあ、性能はそんなに高くない。700万画素ぐらいのやつ。ここ別に盛り上がってるわけではないですね。ここにスピーカーかマイクやったかなんか、マイクですね、おそらくマイク、1箇所、2箇所ついております。上側を見ると、ここに、イヤホン端子、さらにここに電源ボタン。で、右側を行くと、これはなんか、ボタン無効化みたいなやつですね。そうするスイッチ。で、ここにボリュームスイッチがありますね。ボリュームボタンがありの、ここはライトニング端子。なってます。で、ここに左右にスピーカーがついてると、ミスピーカー構成になってます。ライトニングコネクターがあって、スピーカー、さらにここがホームボタンですね。ホームボタンを押せるようになっております。私は今回ですね、 iPad mini 2はまあ裸で運用しようかなと思ってるんですけど、とりあえずこの前面の液晶だけは保護しておこうかなということで、保護ガラスフィルムを買いました。それはこちらですね。はい。まあよくわかんないですけど、Amazon で調べて最初に出てきた方のやつを選びました。
ガラスプロテクターのやつです。プレミアムテンプラなんかそういうやつです。硬さで言うと H6 とかなんかいろいろ書いております。はい、こういったやつを買いました。はい、中身としてはこんな感じ。もう全部英語です。説明書としては英語だけど、裏は日本語でした。うん。まあ、貼り方等々が書いております。まあ、これを見てちょっととりあえず画面保護だけしておきましょうかね。はい、とりあえずガラスフィルム貼り終わりました。こういった感じになりましたね。ということで、じゃあ電源つけていきましょうかね。とりあえず電源を長押しすればつくと思います。やっていきましょう。OK、つきましたよ。おぉ、ハロー。ハローってなってる。あ、こんにちはってちょっと出た。こんにちはってちょっと出たよ。これでスライドすれば日本語、ああ、いっぱいありますね。いろんな言語がありますよ。どここれ、どこ語どこ語かわからん。戻るにはどうしたらいいの？ちょっと待って。あ、日本語あった。日本語にしましょう。日本語、日本。日本語の日本に設定しました。で、言語設定中ですね。初期状態からまず 60% になってます。続いてキーボード。キーボードは日本語ローマ字？うん、なんかようわからんけど。ネットワークにつなげと。ああ、これ、11AN 対応してないんですよね、このモデルはまだ。うん、なので、まあ、最新の、Wi-Fi を持ってる人ね、Wi-Fi ルーターを持ってる人は、ちょっとそこら辺で高速通信ができないなんてこともあるかもしれないですけど、はい、Wi-Fi もつながりましたね。位置情報サービス。まあ、いらないか。いらない、なし。そんな、めちゃくちゃ持ち運ぶわけでもないだろうから。とりあえず、俺は、スーパーマリオランさえできればいいんですよ。はい、オフにしましょう。パスコード。ロック解除に使うと。アップとデータ。復元。あなたの個人データと購入済みコンテンツを自動的にデバイスに追加します。持ってない。Android からデータを移行。Android からデータを移行。どういうこと？ Android から移行。Android の電話またはタブレットをお持ちの場合は、この iPad に写真やメッセージなどを転送できます。はじめに Android デバイスで iOS に移行アップをダウンロードしてください。ええか。新しい iPad として使おうか。何も iTunes も持ってないし、iCloud なんて何かわかんないし、これでいいです。Apple ID、iCloud、iTunes、App Store など利用するには Apple ID でサインしてください。Apple ID を持ってないですよ。お持ちでない場合、お持ちでないか忘れた場合、こっちか。無料の Apple ID を作成ですね。ここで作れると。メールアドレスを設定すればできるってことかな。生年月日をまず設定してくれと。あ、こういう、なんかカラカラカラ気持ちいいな。カラカラ気持ちいいで。名前ガチで入れなあかんのかな、これ。無料の iCloud メールアドレスがあるの。おそらく新しいメールアドレスを作ってくれたということでしょうね。これまあ、とりあえずパスワード設定して、安全性の低いパスワードって言われたの。大文字と小文字を使い分けるということらしいです。パスワードの脆弱性を言われた。これでどうだ？あ、いけたわ。今回はいけた。質問。何しよっかな、質問。ちょっととりあえず質問3問に答えて、利用規約を読めということですね。はい、しっかり読みましょう。これで Apple ID を作成しているということですね。はい、いけた。はい、利用規約。また利用規約を読まされます。お、iCloud Keychain なんでしょうか、これは。パスワードやクレジットカード情報を保存すると、承認済みのすべてのデバイスで同期して、安全かつ最新の状態に保ちます。Keychain の情報は暗号化されるため、Apple が読み取れることはできません。お、わかった。電話番号。
ああ、自分の携帯とかでいいのかな。Siri 入れたいね。Siri をオンにしたい。Siri をオンにする。使用データ等々を送信しますけどいいですかみたいな。それは送信しないでおこう。お、来たよ。ようこそ iPad へ。さあ、始めようということで始めましょう。おー、来たー。これで初期設定終わり。いや、いいですね。サクサク動いてるのかな、わかんないけど。これなんか、こっからこう、あ、そうですね。こっから引っ張り出せるんですよね。なんか、そうらしいですよね。なんか聞いたことあるわ。Wi-Fi やら機内モードやら、Bluetooth オフにしたりとかね。できるみたいです。ここら辺隠しておく。手で隠しておく。初期状態の容量なんですけど、26.6GB ですね。32GB モデルを買って 26.6GB だそうです。なので、まあ、使用可能な量で言うと 22.6GB 使えるということですね。まあ、音楽やら何やら入れていくと、ここが減っていきますので、そこは注意が必要ですかね。で、この画面をキャプチャするために必要なやつがこれですね。Apple 純正のやつです。ライトニングデジタル AV アダプターっていうやつですね。中身はもうこれがそのまま入ってるという形になってます。要するにこのライトニングの端子に差し込むことで HDMI に出力できると。さらに充電用にライトニング端子がもう一個ついてくるよっていうやつですね。なのでまあ充電しながらテレビとかにキャプチャーソフトとかに差し込むことで、画面がキャプチャーできますよと。画面を大画面に映すことができますよと。いう状態になるやつです。これを多分おそらくここに差し込めば、出力してくれるんでしょうね、自動で。ということで、まあこれからちょっと使い込んでみて、それからさらにキャプチャーしてちょっと動作チェックしていきたいなと思っております。もう画面も本当綺麗ですね。おそらく YouTube アプリをこう App Store からダウンロードすれば YouTube も見れると思います。まあ、そこら辺もとうとうもキャプチャーしてみていきたいと思います。はい。よし。オッケーです。開封の感じオッケーです。はい。はい、ということで、とりあえず、キャプチャーできる状態になりました。普通にできております。で、アプリストアで、アップストアで何本かダウンロードはしておきました。ああ、すげえ。めっちゃ高画質で見れます。いや、キャプチャーしてるかこれどうなるか分かんないけど、実際の iPad で見てないか分かんないけど、なんだと、エンタという名前が他のアカウントで使用されているだと、この野郎、なんということだ、エンタを使えない。